こんにちは、 IT エンジニアの達雄明です。今日は内定がもらえる未経験 IT エンジニアの特徴、カジュアル面談の内容を報告というテーマでお話をします。まずは簡単に自己紹介です。このようになっています。動画を概要欄に貼っていますので、よろしければご覧ください。今日なんですけども、まずカジュアル面談の経緯からお話ししまして、そこでヒアリングした求められる未経験エンジニアの特徴、さらにちょうど私がエンジニア経験半年経ちましたので、その経験半年の人材は市場価値どうなのかということについてお話ししていきます。まずはカジュアル面談の経緯からですね、お話しします。で、エンジニア転職サービスですね、こちらに登録をしました。まあどんなものかというと、ホークウェルというもので、まあ、こちらよく YouTube でですね、まあ、CM が流れてきてまして、まあ、どんなもんかなと思って登録をしてみました。するとですね、スカウトが来まして、そのスカウトが来た1社とカジュアル面談を実施しました。カジュアル面談っていうのはこんなものですね。合否は特になくて、まあ、面接のように合否はなくて、まあ、リラックスしてお互いのことを知る、まあ、カジュアルですね、リラックスしてお互いのことを知る。まあ、企業側は、まあ、自分の会社の宣伝にもなるし、まあ、知ってもらえてですね、すぐに面接に来てもらえなくても、例えば1年後2年後転職するタイミングで、あ、そういえばあんな会社あったなということで来てもらうっていうようなメリットがあります。まあ、こちらとしてももちろんいろんな情報を知れますし、まあ、リラックスして生きるっていうのがいいですよね。まあ、エンジニア界隈ではよく行われているカジュアル面談です。そして採用に関してですね、特にヒアリングをしてきました。まあ、なぜかというと、私の友人の周りでも IT エンジニアの未経験の転職が増えてます。なんで、まあ、採用に関してどんな考え方でやられているのかっていうのを、しっかりヒアリングをしてきました。はい、そこで聞いてきました。求められる未経験エンジニアの特徴ですね。続いてこちらに移ります。大きくは3つのポイントですね。年齢、学歴、職歴というところです。まず年齢なんですけども、まあもちろん若い方がいいということで20代。で、新卒ですと、まあ、新卒ももちろんよくて、なぜかというとコストが安いっていうことと、まあ、他の企業の色に染まっていないっていうこと。まあ、これに関しては、もちろん人にもよると思います。まあ、中途で他の会社を経験してもらうと、まあ、ビジネスマナーがついたりとか、まあ、先にプログラミング以外の教育は受けてることになりますので、まあ、そういうメリットはあるんですけども、まあ、この担当者の方からすると、こっちの方が重要にしたいと。まあ、自分の会社の色に染めたいっていうことですね。で、学歴なんですけども、まあ、国公立。まあ、この方は特に国公立をしてたんですけども、まあ、有名私立であれば問題ないと思います。まあ、例えば、関西でいうと関関同立とか、関東でいうとマーチ以上とかになってくると思います。で、職歴でいきますと、まあ、新卒である程度の会社に入っているっていうのが評価が高いということでした。まあ、ある程度っていうのはどういうものかというと、まあ、例えば上場している企業だったり、まあ、知名度があって、まあ、知ってるよっていう企業だと、まあ、信頼感を持って、まあ、この人そこそこできるのかなっていう印象を与えられるということです。まあ、学歴とかですね、あまり関係ないと言われている時代ではありますけども、まあ、どうしても学歴とか職歴が高い人はそれだけ優秀な人が多いという、まあ、どうしても割合は高いので、まあ、しっかりここは見てますということでした。で、よくある勘違いなんですけども、まあ、ポートフォリオですね、ポートフォリオを充実して自分はこんなことができるんだっていうアピールをする人がいますけども、まあ、未経験の人、まあ、スクール通っている人も一緒なんですけども、まあ、ほとんどの人が評価するレベルに到達していないとよく言われてます。なんで、まあ、ここに力をつけるよりは、まあ、早く転職活動をしてくださいと、まあ、どうせちょっと頑張ってもそんな変わらないですよということです。そして、まあ、ここが足りなくてですね、まあ、就活でうまくいかなかったらどうすればいいかっていうと、そこで初めて、まあ、さらにポートフォリオのレベルを上げていくだとか、まあ、こっちの方がいいですね。副業で実績を積むと、まあ、実際にこういう案件を取ってこういう成果を出しましたとかですね、まあ、それを実際に積み上げていくと、もしかしたらもう就職しなくてもそのままフリーランスとしてやっていけるという可能性もありますので、まあ、特にこちらがおすすめです。はい、そして経験半年の人材ですね。まあ、私のような人材はどれぐらいの価値があるかということなんですけども、まあ、ホークウェルに登録して思ったんですけども、まあ、あなたが欲しいよって言ってくれる企業さんがかなり増えましたね。未経験の時よりもかなり増えました。
で、まあ、なんでかっていうと、まあ、半年だと全然なんですけども、まあ、実際面接して入社する頃には1年ぐらい経験をしていることになるんですね。例えば、まあ、これちょっと余裕持ってますけど、応募してから、まあ、書類が通って面接をして内定もらってっていうところで、まあ、大体3ヶ月とで内定もらってから、まあ、退職の意思を告げて引き継ぎをして退職するっていうのでまず3ヶ月くらいかかるんで、まあ、入社する頃には大体1年経験してるんで、まあ、そこそこできるようになってるよねっていうことです。で、まあ、もちろんある程度経験してくれてたら、まあ、教育コストを下げられるという企業側の大きなメリットがあります。で、年収なんですけども、大体500万円以上ですね。まあ、1年半年1年経験すると、まあ、500万円以上ぐらいになるイメージです。まあ、未経験ですと、まあ、250万円から400万円ぐらいになるので、まあ、かなり年収アップが見込めるなというところです。そして経験半年の人材、じゃあ何ができるのかというと、まあ、まだまだですね、先輩とか上司のフォローが必要な段階です。で、それに関しましてはエンジニア転職5ヶ月経った時にどんなことをしてたかっていう動画を撮ってますので、まあ、よろしければそちらをご覧ください。最後まとめに移ります。今回ですね、求められる未経験のエンジニアの特徴というものを見ていきましたけども、大きく3つでした。1つ目年齢ですね、まあ、20代がいいですよと。で、学歴、国公立がいいですよと。職歴、上場企業がいいですと。で、まあ、これに当てはまらなくてですね、まあ、実際に就活してうまくいかなかったら、まあ、ポートフォリオのレベルアップだったり、まあ、副業で実績を積むっていうことをやってみてください。そして私が30代未経験で実際にエンジニア転職を成功させた手順とコツについてこちらの動画でお話ししていますので、概要欄からよろしければご覧ください。本日の動画は以上になります。今日は内定がもらえる未経験 IT エンジニアの特徴、カジュアル面談の内容を報告というテーマでお話をしました。このチャンネルでは市場価値の向上に役立つ動画を配信しています。興味を持ってもらえたらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。ブログやツイッターもやっていますのでチェックお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。